ジョギング終わってシャワー浴びてきました。今から朝食を作ります。YouTube の撮影も終わったので、お昼ご飯というか朝食と昼ご飯のちょっと合間の食事をやっていきたいと思います。で、本当は今日ちょっと外に出て、スタジオ的なところで練習しようかなと思ったんですけど、ちょっとあいにくの天気だったので、今は雨止んでますけど、ちょっとさっき結構降ってたんで、家で練習しようかなという感じで、なので一応お弁当を作って持っていこうと思ってたんですけど、家でこのまま食べたいと思います。弁当といっても朝食と同じメニューなんですけど、こんな感じです。鶏の胸肉とブロッコリーとご飯、あとゆで卵、これを食べていきたいと思います。ご飯も食べ終わったので出かけたいと思います。今日はまず携帯ショップに行って、あとその後ジム行って、あと髪を切りに行きたいと思います。それでは行ってきます。携帯ショップの予定が終わったので、今からジムに行っていきたいと思います。はい、帰宅しました。バッチリカットしていただきました。少し休憩してから、今日はちょっとギターを触る時間が少なかったので、夕飯までもう少しギター練習していきたいと思います。はい、練習終わりました。夕食食べていきたいと思います。と言っても、昼間結構食べて、あと休憩さっきしてる時に、おはぎと牛乳でちょっと休憩してたので、かなり栄養的にはもう十分一日取れたので、かなり質素な夕飯となっております。はい、ブロッコリーとちくわかなり質素ですけど、もうお腹もそんなに減ってないですし、栄養もちょっと取りすぎかなというぐらい今日は食べてるので、これでちょっと軽く食事をして今日の最後にしたいと思います。シャワー浴びてきました。こんな感じで一日、今日休日の一日をとっていきましたけど、いかがだったでしょうか。今回のやつはジャズギターとはほとんど関係ない映像が多かったですけど、たまにはこういうのもいいかなと思って撮ってみました。それではおやすみなさい。